高木豊です。高木です。お願いします。皆さんこんにちは、野球 YouTuber の向こうです。よし、野球 YouTuber 向こうサポートメンバーの丸山です。結構いいね、実はね。で、今日はなんか聞きたいことがある。佐々木投手のことをお聞きしたい。あ、確かに真面目に野球やってこなかった。もう素質が有り余ってるから、練習しなくてもポッと投げたら勝てちゃう。そういうので大学時代腰も壊したっていうことがあって、はいはいはい、あんまり必死にやってることはなかったわけ。そうですか。本人から聞くとね、はい、だけど素質がすごいじゃない。それで横浜ドラフト1位で入ってきました、はい、でいきなり先発だったんだよ最初。で球種が少ない、はい、で先発ピッチャーの球種ってさ、大体4種類ぐらいは持ってない。そうですね、大体最低でも。でも彼は大体2種類じゃない。代表的なまっすぐと代表的なフォーク、この2種類だったらやっぱ持たないよ。で腰も悪いから長いイニングはあんま投げれないよ。で抑えに持っていこうね。そういうこと。で佐々木はさ、あいつは悪いな。大丈夫ですか。あいつら抑えじゃない。試合が始まってもケツに出るじゃん。秋田でデーゲームのことでさ、もうバンバン雨降ってるわけ。はいはい、ゆうたろさん飲み行きましょうよって、はい、じゃあ行こうかって言って、まあ、亡くなった森田と佐々木と俺と、もう一人ピッチャーがいたと思うんだけど、はい、4人で飲む、はい、次の日デーゲームだよ。夜中2時ぐらいになって天気予報で明日は 100% だよ。よしやれと俺なんか裸になってさ、はい、こんなあのアルミみたいなさ灰皿あるよ。あそこあいつらにガムテープ貼られて踊ってた。まあ SNS がなかったから助かったんですけど地方行ってさ、そういうのが楽しいじゃない。そうですよね。で3時ぐらいになってまた電話したら、おっ、すいません。で朝5時頃帰った。まあ明日中止だと、しょうがないと、何人申し訳ないけど。で朝目が覚めたらまだジャンジャン降るな。そしたらマネージャーから電話がかかってきて、はい、もう高校の雨天練習場借りたから来いと。まさかと思って、まだジャンジャン降ってると思って。結局試合はやることになったんだよ。ガソリン回って水飛ばして、でグラウンド整備して、はい、で佐々木なんかこうやって寝てるわけだよ。そりゃそうだな、9回に出りゃいいだけだよ。 それも勝ち限定で、ほらなんかフロフロだわ。頑張ってね先輩。そんなやろうな。でも可愛いんだよ豊さん、豊さんですね。で抑えに失敗した時に呼びました。俺多分10万ぐらい渡したと思うんだよ。これで飲んでこい。あいつ1万って言い張るんだよ。俺1万じゃないと思うんだけどさ。俺これはっきりさせないかんね。例えば試合の時ピンチを見た、はい、俺甲子園であったんですよ。バッター軌道マウンドに集まって、俺ら目いっぱいシフト引くから目いっぱいのストレート投げる。で俺らがシフト引いたら必ずバッサーやってくる。でお前の球威だったら絶対ファールになる。どんなバッティングのセンスがあってもファールになる。ファールになって追い込んでフォークで三振取る。よし分かりました、フォークで三振取りますみたいな。で俺が一回ファーストやった時にさ、あいつ牽制が下手なの。でゆっくり投げるのも下手なので目いっぱい振ってるよ。バーンって腕持ってかれそうになって、マウンド行って牽制禁止と。牽制禁止。俺の腕が持たない。だけどやっぱ伝説に残るピッチャーだよね。すごいっすね今の話聞いて。なんかほぼセーブ失敗した記憶がないよな。はい、あそうですよ。今の野球見てると9回になればなるほど心配になってくるじゃん。そうそうそう。俺らの時は9回になればなるほど、あ勝ったと思えた、ね、あほとんど失敗しないから。コントロールも良かったし、失敗率が今と昔のと違うんですか。メンタルまあ技術も違うし、相手気が強いもん。気の弱いところもあるけど、その気の弱い最新なところと気の強い大胆なところがちょうどいいバランスだったね。で佐々木は発散することがすごくうまい。失敗してももう次の日には忘れてる。なんか切り替えがすごくうまい。でも天敵がね、矢野とか同じさ富士大でやってるやつらに弱い。なるほど、なんか弱みがあったんじゃないかな。手玉握られてる。